九条さん、わざわざお越しいただきありがとうございます。探偵さん、夫は浮気をしていたんでしょうか？単刀直入に申し上げますと、残念ながら何もわかりませんでした。え、依頼を受けてから1ヶ月間、旦那様の動向を徹底的に調べました。はい、何もわかりませんでした。ちょっと一回この音楽止めてください。それはその浮気をしていなかったとかではなく、いえ、何と言いますか、何度か旦那様が見知らぬ人物と一緒に歩いているのを目撃したのですが。え、じゃあ浮気してるんじゃないんですか？その人物が女なのか男なのかわからなくてね。いや、それを調べるのがあなたの仕事でしょう。僕もそう思って聞いてみたんです。あなたチンチンついてますか、ついていませんかって。え、本人に直接聞いたのか？そうです。それは大丈夫なのか？そしたらその人こう言ったんです。え、あ、はい、ドン引きされてんじゃねえか。それ言ったの範囲に入らねえよ。っていうか、その時の声でどっちかわからなかったのか？え、あ、はいだけだとちょっと難しいよ。そもそも相手の性別がどっちでも浮気は浮気なんです。何かこう、二人でホテルに入っていったとか。そういえば二人で怪しい建物に入っていくのを見たんですよ。あるじゃないですか。ただちょっとホテルかどうかわからなかったので、フロントで聞いてみたんですよ。ホテルかわからないなんてことあるか？そしたらフロントの人がこう言ったんです。え、あ、はい、またドン引きされてるじゃねえか。ホテルとはほど遠いところだったんじゃねえの？見る限りスーツを着た人しかいなくて、何か情報をパソコンに打ち込んでいたり、怪しげにどこかに電話していたりで。それ夫の勤め先の会社じゃないですか。そりゃあ知らわれるわ。残念ながら青い服を着た怪しい男たちに追い出されてしまいました。それ以上の調査はできませんでした。警備員呼ばれてんじゃねえか。完全にやべえやつ扱いされてるじゃねえか。僕は別にやべえやつじゃないのにな。言っちゃ悪いけど、お前かなりやべえやつだぞ。それからどうしようもなさそうだったから、多少大胆な調査に踏み込みまして。まだどうしようもありそうだったけど、あなた浮気してますかって聞いてみたんだよ。え、本人に？うん、本人に聞いた。何やってんの、それ浮気調査のタブーだろ。そしたら旦那様はこう言ったんです。いや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 、知ってませんけど。うわ、うちの旦那嘘つくの下手すぎ。てっきりまたドン引きされるのかと思ってたのに。まあ本人がしてないって言ってるならしてないんじゃないの。もう帰ったら問い詰めるのでそれでいいです。あとそのラジカセ勝手に音楽流れてるので買い替えた方がいいですよ。そうみたいだね。では調査完了ということで、料金は11万円です。やっぱり結構な金額するんですね。内訳は調査費用が10万円、ラジカセ代が1万円です。ラジカセ代は払わねえよ。キムチ。